最初の頃から私たちがこだわって練習してきたことは、2人で綺麗な形を作って滑らかに、そして大きく動くことです。ダイナミックなダンスを目指しつつも品のあるダンサーでいたいと思っています。この大会は5種目戦とセグウェイというショーダンスの大会が2日間続けて開催されますので、練習時間の配分がすごく難しいです。僕たちはだいたい5種目戦の練習を先にして、それからセグウェイの練習をするようにしています。5種目戦はもちろん連覇重ねて、セグウェイはちょっと昨年僅差で優勝を逃してしまったので、今年はまあチャレンジャーとして楽しんで新しい作品を踊りたいと思います。セグウェイ選手権というのが毎年あるので、そのセグウェイ選手権というのはもう自分たちの好きな音楽と自分たちの好きな表現コンセプトを最大限出せる、そういう意味ではまあ他のいろんな大会ありますけれども、まあ2日間土曜日と日曜日で違った自分たちの顔を出せるっていう部分では、あの僕たちの特徴を最大限活かせる大会なのかなっていうふうには思っていて、自分たちの特徴をどっちかだけっていうことじゃなくて活かせるようにトライはしていますね。まあ、スポーツっていうふうに僕たちは捉えていなくて、あくまで芸術っていうふうに捉えているんですけれども、スーパージャパンカップダンスは5種目競技も、セグウェイ選手権っていうものもありますし、そのスポーツではなくやっぱアートっていう部分が前面に、表現されるフロアの上でも目いっぱい表現される大会だと思いますし、それはもう私たちの一番得意とすることだと思うので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。そうですね、去年もやっと1年越しに行われたスーパージャパンカップで、私たちはもう念願のセグウェイ選手権を優勝させていただいて、今回ももちろん連覇を狙ってしっかり準備していきますので、去年の作品とはまた違った私たちを見ていただけるかと思いますので、それも楽しみにぜひ応援しにいらしてください。タイプ的に、まあ、私たちも浅村組も高身長でタイプが似ているかもしれないんですけれども、ちょっと踊りの感じが違ったりとか、こだわってるポイントがやっぱ違うので、そういう点ではやっぱそれぞれ違う良さがあると思うので、そういうところも負けないようにしながら、こう意識しながらもライバルとして認めてそれぞれ頑張っていると思います。彼らに勝ちたいっていうのがモチベーションの一つにもなってくるので、そういう意味ではすごく何でしょう、まあ、いいライバル、うん、っていう表現が一番当てはまるかなとは思います。勝手にそうだね、いいライバル、いい存在として見てるね俺たちは。勝手に私たちがそういう風に位置づけてるというか、そんな感じですね。3月5日6日スーパージャパンカップダンス幕張メッセでお待ちしています。